わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学の教員による出前授業の取り組みを紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは宇城市立豊川小学校じゃ。児童たちが熱心に学んどるの。一体どんなことをしておるのじゃ。こちらでは将来の半導体人材育成のため半導体理解促進に向けた出前授業を実施しました。熊本県主催で我々崇城大学の教員が講師を務めて行いました。ほうほう、みんな真剣に聞いておるの。具体的にはどういう授業なんじゃ。出前授業では半導体を使った製品や関連企業が熊本に進出する背景などを説明をしました。また簡単なプログラミング言語で音を出力できるコンピューターいちごジャムを使ってスピーカーから音を出したり曲を奏でたり楽しんでもらいました。パソコンであったりゲームをはじめとした電子機器がたくさんあります。例えばお家にあるような家電も電子機器になります。これはアトラスというロボットになります。このロボットも電子機器といえます。実はこのボードには半導体がたくさん敷き詰められていて、さまざまな電子機器を制御しています。電気を通すものを導体といい、その逆に電気を通さないもの、例えばガラスとかゴムみたいに電気を通さないものを絶縁体といいます。電気を通すものと電気を通さないもの、2つの性質を合わせ持つものを半導体といいます。で、半導体の役割というのは電子機器の制御を行うために必要となってきます。で、エンターを押してください。何が起こりましたか。このようにですね、コンピューターに命令を送ることによって LED を制御しました。シフトキーを押しながら2を押すとちょんちょんがつきます。ピアノっぽくなったでしょ、そうそう、だから自由に押してごらん。半導体のことを学んでプログラミング体験で実践するんじゃな。そもそもどういった目的でやっておるのじゃ。台湾の半導体メーカー TSMC が熊本県菊陽町で工場建設を進めています。また菊陽町やその周辺地域には半導体関連企業なども進出しています。そのことから子どもたちが半導体への理解を深め興味を持つ機会を作ろうと出前授業を実施しています。プログラミングとか得意じゃなかったけど楽しめた。自分の好きな音とかも作れて楽しかったです。知らなかったけど、車とかに使われてたりしたので意外に身の回りにあるんだなってことが知れてよかったです。とても良い取り組みじゃの。今後はどう考えておるのじゃ。私の研究分野は数学とコンピューターサイエンスの交差領域である暗号理論です。コンピューターサイエンスにはハードウェアとソフトウェアどちらも必要であり、一方が欠けては実現できません。プログラミング教室を通じて子どもたちにハードウェアとソフトウェアの両方の可能性を感じてもらいたいです。今後も小中学校に出前授業を実施する予定です。崇城大学としては地域創生へ向けて専門分野の知識やスキルだけではなく産官学の連携で町づくりの活性化に向けて取り組んでいきたいと思っております。これからの活躍がますます楽しみじゃな。子どもたちも大喜びで大成功じゃったのー。